この番組は光圀社長と社員たちが世間で話題になるであろうおすすめ情報をいち早くキャッチし皆様にお届けする番組です。走れ光圀社長。ちょっと社長、何をさっきからニヤニヤしてるんですか。いやいやいや、こないだ行ったやろ、あのクイズバー。はいはいはい、クイズバー行った時、あのクイズ対決、わし圧勝したな思ってな、あれな。まだ言うてるんですか。体動かすのは苦手かもしれんけどね、やっぱこの頭使うのは得意やからな。ほう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 、頭を使うのは得意、はい、だったら謎解きで対決はどうですか。本日のゲストはアルミ缶の2人。今回は謎解きクリエイターの高橋が作った謎解きで対決。サオリンプレゼンツ謎解き Q。最初に正解した人から点数が加算されます。では最初の問題はこちらです。ハテナに入る言葉は何でしょうかという問題です。皆さんも一緒にお考えください。あーいー、嘘すげー、マジで本当嘘やん。え、嘘やん。なんかもう正解、すごい。このスピードで解けたのはめちゃめちゃ早いです。あ、そう。いやいやいや、はい、タモリさん正解ありがとうございます。ヒントは文字の数がヒントです。同じ文字がたくさんありますよね。あります。同じ文字の数数えてください。あ、ちょっと待って、分かった。赤坂さん来た。赤坂さんの方が先。赤坂さんどうも。分かった。僅差で、僅差で。あ、正解。発表させていただきます。発表させてくれじゃあ、はい、答えはリフォーム。正解です。あ、同じ文字の数を英語で読むと2は2、3は3、4は4となり、ハテナに入る言葉はリフォームが正解となります。大変やんけ。いい問題、はい、では続いての問題いきましょう。続いての謎はこちらです。これが表す言葉は一体何でしょう。これはけど光圀さんがわかるかもしれない。あ、嘘。そう。正解です。なんで。よっしゃ、なんで。すごい。光圀社長見事正解。赤坂とカモリ、先に正解するのはどっちだ。ヒント、まあこれどういう言葉かはわかります、はい、2人とも。もともと多分責任ですよね、うん、はいはいはい、なんですけれども、なんかなんかがなんかになってますよね。カタカナのの、のれ、のがれ、のがれ、あ二人で声を押さえててください。はい、せーの、責任のがれ。正解です。責任という漢字の払いの部分は、まあ、カタカナで言ったらのに見えますよね。のが例になってるんですよ、はい、ということで責任逃れが正解でした。優勝するのは果たして。続いての問題お願いします。この乗り物は一体何でしょう。マジ真剣。まあヒントはこれ紙飛行機ですよね、はい、紙飛行機というよりはまあ、歯をどうしてるかを考えてください。あー来たー。どうぞどうぞどうぞ。カモリさん正解です。正解、カモリさん正解。なんだこの喜びやな。じゃあ結構大ヒントいきますよ。関西にはないですね。これはこれはかなり、まあでもちょっとヒントやけど、これから行くのは難しいかもしれないですね。そうですね、うん、分かってしまいました。あー、頑張れ赤坂。赤坂がこの距離、まだ行っちゃう。社長が行く。赤坂さん、赤坂さん、赤坂さん、頑張れ。いて分かった、社長。考えていいやろ。もう無理やって、もう無理やって。正解です。歯をどうしてますか赤坂さん、はい、運んでる。運ぶというよりは言い換えてください。ん、飛ばす、歯を。なるほど。ということで歯を飛ばしてますよね。なるほど、歯を飛ばす、歯飛ばすという、正解は歯
ートマスでした。気持ちいいな、戦った。ということで4ポイントを獲得したカモリアナの優勝です。アルミカンのお二人からお知らせがあります。はい、私たち結成15周年ということで、15周年を記念した単独ライブを行います。扇町ミュージアムキューブというところで12月6日金曜日の午後7時からですね行いますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。